れいわ新選組支持者、ウイルス検査は8万円とデマを流し、大炎上。先日、れいわ新選組の支持者を自称している方が、COVID-19 のウイルス検査について、日本の場合、最大で8万円かかると主張してしまいました。こちら、実際には厚労省の通知によれば、検査費用は4200円となっており、まあ、さらに保険が適用されれば、 実際には1000円程度の支払いで済むはずなんですが、このれいわ新選組、もう山本太郎代表自ら、医療関連のデマを流しているような政党でございますので、皆様、こういったデマに騙されないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご静聴いただき、 ありがとうございました。